こんにちは、始まりました。始まりました、ジャパネット高田のの商品紹介です。今回でございます。今回ですね、はい、これ何ですか、これ。これなんと、パナソニックさんが出たルミックスです。ルミックス、そうです。すごいね。こちらなんと画素数が42,800円じゃなくて4万画素数ですよ。ビキすぎるから声量が半端ない俺も負けたわ、もう。オッケー負けた。うわ、悔しい、マジで。何これ、勝負だったの、これ。勝負やってる。いつの間にか勝負だったんだ。勝負やってる。悔しい、マジで、これ。いやいやいや。ほんまでも俺、キャスとかでよくやってんのよ。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、また、勝負持ちかけてきて。ほんまにちょっと、これは悔しい。いやいや、これ、声量で勝てへんの。選定基準は分かんないから。なんと、なんとって言ってみて。なんと、なんと !49,800円今しかないです。下取り価格は2万円。こいつ嘘すぎや、うるさすぎでしょ。ということで、やばいですね、声量がほんとやばいですね。どうも現状でございまして、なんとこの商品248,000円。なんとこの商品248,000円です。これ S と M と A と P なんですよ。マニュアルシャッター遊べるパナソニック。いや、そう、絶対そういう意味合いじゃない。これ、ね、絶対そういう意味合いじゃない。すごい役に立つんですよ。シェファースイーツ、スイスリーがですね、なんと、下取り価格は2万円ということで、天候盛りなんですよ。天候盛り、すごいですね、おい。ボタンがいっぱいあるんですね。そうです。辞書もついてきます。辞書、辞書も何本いっぱいついてきます。すごいお得ですね、これね。はい。これはやばいっすね。何言ってか分かんない。これはやばいっすね。これはやばいっすね。これやばいっすね。確かに、ジャパネット高田さんの人はあんなにやばいっすねと言わないからね。うん。行ってみよう行ってみよう